こんにちは、Bレジェンドの田中です。今回は初心者の方がついついやっちゃうトレーニングの NG 行動4選についてお話したいと思います。私もトレーニングを始めて21年になるのですが、今思い返せば初心者の頃は無駄が多かったな、危なかったなというようなトレーニングを行っていました。最近トレーニングを始めた皆さんの中でも、私と同じように遠回りをしなくてよいように、この動画を参考にしていただければと思います。一つ目は限界まで追い込みすぎる。トレーニングを始めたての頃は疲労感も強く出やすく筋肉痛も強く出ます。初めのうちから限界まで追い込みすぎると疲労感が抜けなくて日常生活に支障が出たり、精神的にも辛くなってしまい、トレーニングを続けることができなくなってしまいます。私も初心者の頃に上級者の方に混じってトレーニングを行ったのですが、毎回強い筋肉痛が出てトレーニングに行くのが億劫になってしまいました。トレーニングを自分一人で始めるようになって、負荷を落としてトレーニングを再度行ったのですが、負荷を落とした後の方が体の形が変わったり、トレーニングの記録が伸びたりと効果が出るようになった経験があります。やはり初心者のうちに無理をしすぎると体がなかなか効率的に変わらないなという経験をしました。2つ目は潰れるまでやってしまう。毎セット潰れるまで追い込んでしまうと、潰れる時というのは無理な姿勢、無理な動作を行ってトレーニングを行うことになるので、関節や筋肉に負担がかかってしまいます。私も無理をして粘りすぎた時によく怪我をします。よくある怪我がスクワットの時にですね、もう1セットいけるかな、どうかな、やってみようとして無理をした時にですね、足を使わずにですね、腰を使ってぐーっとこう粘ってあげてしまって腰を痛めたりとかすることが多くあります。初心者のうちは潰れるまでトレーニングをするのではなくて、無理のない範囲でトレーニングを行うようにしましょう。3つ目はいきなり効かせるトレーニングを行う。トレーニングにおいてターゲットの筋肉に効かせることはもちろん大切なのですが、最初のうちはしっかり回数をこなすこと、また重量を伸ばすことに集中した方が体は変わっていきます。特にビッグスリーなどのベンチプレス、デッドリフト、スクワットなどの種目を伸ばすことで土台を作る、ある程度土台ができた後に効かすという順番でトレーニングを行う方が体は効率的に変わっていきます。またある程度トレーニング経験があって筋肉が肥大した後の方が効かせる意識は分かりやすくなります。私も普段初心者の方にトレーニング指導を行っているのですが、例えばラットプルダウンを行っていても背中に効いている感覚が得にくいという声をよく聞きます。背中の筋肉というのは普段から意識して使う場所ではないので、当然多く使う腕の方に効いている感覚を得やすくなってしまいます。ただし正しい動作でトレーニングを行っているのであれば、当然背中にも刺激が入りますし、筋肉が発達するきっかけにはなります。まずは正しい動作で筋力トレーニングを行い、その結果筋肉が肥大した、その後であれば狙った場所を意識するのがより容易になります。このように先に効かす意識を身につけようとするのではなくて、まず正しい動作でトレーニングを行う、その中で回数をこなして重量を伸ばしていくとする方が効率的になります。4番目は毎回 1RM MAX のチャレンジをしちゃう。 1RM MAX というのは1回しか上がらない限界重量のことです。当然限界重量をこなすので疲労感も大きくなるし、潰れるリスクも高くなります。潰れるということは先ほども言ったように怪我のリスクが高くなりますので、あまりおすすめではありません。また1RM MAX を毎回行うことで疲労してしまってトレーニングの強度が中途半端になってしまいます。私のおすすめとしては毎回 1RM MAX の測定を行うのではなくて、それよりもセットの MAX を更新した、例えば80キロで10回しか持てなかったのが12回持てるようになった、や 82.5 キロで10回持てるようになったなど、セットの重量の MAX が更新できたら 1RM MAX の測定を行うなどとする方が良いかと思います。とは言いつつ、私もですねベンチプレスの 1RM MAX の測定というのは、非常に楽しいですし、昔は毎回 MAX 測定を行っていました。ただ、毎回 MAX 測定を行うとですね、筋肉のしこりというかですね、筋肉が硬くなって疲労が抜けない感じが強くなってしまったり、疲労感が強くなって、やればやるほど記録が下がっていくという状態になっていました。そこで MAX 測定の頻度を
減らすと、まあ、慢性的な怪我が、回復するようになったり、まあ、トレーニングの調子が安定するようになりました。やはり毎回マックス測定を行うことで体の疲労が抜けなくなってトレーニングが中途半端になっていたんだと思います。皆さんも毎回マックス測定確かに楽しいですが、まあ、適度な頻度ですね、月に1回程度行えば良いのかなと思いますので、毎回マックス測定をするのではなくてきちんと疲労を抜きながらトレーニングを行っていきましょう。以上が初心者の方がついついやっちゃうトレーニングの NG 行動4選でした。やはり頑張りすぎてもダメですし、優しすぎてもいけません。年齢や体力、運動経験に合わせてちょうど良い負荷を探りながらトレーニングを行っていきましょう。初心者の間、特に初めのうちはこのくらいで十分かな、大丈夫かなという少し物足りないぐらいでも良いかと思います。徐々に負荷を増やしていく、運動量を増やしていくなどして疲労感や、まあ、生活に支障がない範囲を探りながらトレーニングを行っていきましょう。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を発信しております。概要欄の方からクリックいただいてご登録よろしくお願いします。その他 B レジェンドでは毎月新商品を発売しております。お得なセールも開催しておりますので概要欄からチェックしてください。それではさようなら。